お米の食味国際コンクールで岩手の農家が金賞に輝きました。地元のお米を全国に発信するベストファーマーをご紹介します。グッドラックストーリー。北上市の兼業農家八重樫哲也さんが栽培したミルキークイーンが第22回米食味分析鑑定コンクール国際大会都道府県代表お米選手権で最高賞の金賞を受賞しました。2016年にも一目惚れで受賞しており、2度目の快挙。ベストファーマーにも5年連続で認定されるなど、お米農家として全国トップクラスの評価を受けています。2度の金賞っていうのはどんなお気持ちですか？まあ、2度こうなりますとやっぱり、いやー、やってよかったなと、でもっとまた頑張らなきゃいけないなと、そういう思いでしたですね。江戸時代から代々続く農家の9代目。現在は住宅設備機器の卸会社を経営しながら、平日の朝晩と土日を利用し、有機肥料と減農薬にこだわったお米作りを行っています。お米は家族っていうのはどんな思いからですか？お米通してですね、自分も教えてもらうっていうんでしょうかね。寒い時も暑い時も風吹いた時も頑張ってですね、小さい苗からこう稲になりましてね、で米をこう実らせてっていうんですかね、すごいやっぱり植物だなと、いやうちらももっと頑張らなきゃダメだなと、まあそんな思いありますですね。3年前には岩手のお米の全国発信と農家への栽培助言を目的に NPO 法人東北ど真ん中を設立しました。お米作ることはまあハード部門であると、逆にそのソフトな部分ですかね、コンサルタント業務であるとか食味の検査っていうんですかね、そういうものはやっぱり勉強してやってみたいなという思いがあったんで、それで NPO を立ち上げたと。小さいながらもですね、この岩手の北上からですね、日本一のやっぱり米農家なれたらなと、まあ、チェンジとチャレンジですね、常にやっぱり変化あるところに発展ありということですかね。地元のため、岩手のため、ベストファーマーの挑戦は続きます。ウィチャレンジアグリカルチャーフロム北上、グッドラック。自分の思うことを丁寧に伝え、違いを尊重できる関係を大切にしています。この番組はコーレクの提供でお送りしました。次回はこの方のグッドラックストーリーをお送りします。